架空のガンダムのアクションゲームが発売されるという情報について話すスレミンの反応集。なお、出てくる情報がやたらとマイナーな期待の情報しか出てこず、最後まで主役機なんかのメジャー機体は登場するのかどうか全くわからないとする、スレガは全く出てこない機体の代表格。嘘だろ。RX78 でないのかよ。やばい、今のところ知ってる機体がヒルドルブぐらいしかない。え？メイン機体がドム。ボリの奥様案は一周回ってメジャー側だろあいつ。ボルジャーノン参戦。まさかユニオンブラストが使えるなんてグラハムのゼロー。ボールジャノー。一応ガンダムは出たな。ボールにガンダム顔の偽装した B ガンダムだけど。この機体使えるのこのゲームだけだろみたいなやつが9割くらいだぞ。おい、なんてガンダムダブルの枠がトラゴスしか今のところないんだ。いや、本当になんだこれ。わーい、キャンサーだ。トラゴスとキャンサー。パイシーズもいるぞ。改めて水中機がスクリューで殴るのアホだろ。レクテン使えるのありがたすぎる。うん、主役機だもんね。そうじゃねえだろ。主人公機で知名度も他の参戦機体よりは高いだろうけどさ。処方はさ、まあネタとしていいんだいいんだけどさ。未だにまともな機体が出てないのどういうことだ？つうか非ガンダムのくくりでもなんかおかしいだろ。よかったな、ガンダムタイプ出てきたぞ。しかもあのフリーダムだ、第2回ガンダムファイトの時の。いや、そっちにしてもせめて第7回じゃないの。第2回ガンダムファイトとか設定しかなかっただろうい。制作陣がとち狂ったのか、それとも本当に何か明確にやりたいことあるのか、どうせ主役機は出るから情報出さなくても大丈夫と思ってるのか、どれだ？ゲームの PV も、プレイ中の画像も本当に意識しているんじゃないかってレベルで出てこないぞ。なんならザクもグフもドムもゲルググもいないぞ。なんでジオンの MS でいるのが確認できた最初の機体がギガンなんだ？なんかもう主役格出るとしても G の影忍とかレングのジムストとかだった方がまだ鼻がある気がしてきた。よっしゃ、あのシルエットは間違いなくガンダムだ。エンデのジムにじゃねえか。よくそんなん出そうと思ったな。これはこれでありだけどな。他のゲームじゃ出てこないような機体を動かさせたいだけだなこれ。そうか。やっと来たかガンダム。よかったな、アムロが乗ってるガンダムタイプの MS だぞ。これならどうあがいても花がガンダムキラー。そうじゃねえだろ。やっと主人公機のガンダムタイプが来た。ところでスレイブ、レイスって主人公機のガンダムタイプだよな。割と有名どころが出てきたな。30秒ぐらい尺取ってるんですけど。昨今の流れはゲームで自由に動かせるようにしてやるから立体化は諦めて我慢してくれ。ってバンダイからのメッセージな気がしてならない。ガズアルとガズエルがプレイアブルの上に別機体でモーションコンパチじゃないだと？これ恐ろしいのが、PV に古谷徹とか池田秀一呼んでることなのよ。そのくせガンダムもシャーザクも、ニューもサザビーもかけらも出てこねえ。ついでに現状最新作補正で水星の魔女の機体多いよな、決闘でボコられていってたモブのやつばっかだけど。ジム、カイ、ワグテイル、が使えるのは嬉しい。これバンダイは一体何をさせたいの？こんな有名どころだけを的確に避けたようなラインナップで俺たちに何をしろというの？あなたは何体知ってるでしょうか？クイズじゃね？真面目な話、作ってる側も大半知らんのではこれ。ガンダム、スコルガンダム、ケレストルル、シーニャマイナー機体だけども嬉しい。の初ガンダムタイプがアブルホールとかマニアックすぎだろ。原作再現ではあるんだけど人型形態が貧弱すぎるだろ。嘘だろレロ、ツールなんていうエイプリルフールの産物ガチで実装してきやがった。これあれだろ、濃厚なガノタ妖精装置か何かだろ。出てくる機体3割くらい知っているやつでも屈指のガチ勢か何かだろ。もうピクシーだ、まだメジャーだなって思ったらコルテス機って、マジか。61式戦車とヒルドルブが同時にまともに参戦してる作品初めて見た。原作再現パンツァー砲できる。初めて見た時に好きだったんだよな MS レイ。ビグロいねえのになんでビグ、ルフはいいんだよ。嘘だろ。プロトザク使わせてくれんの。今のとこ一番汎用性高そうなのってゲームカモフ。変なシステムついてていいならゲルググ EXAM 搭載型。なんで元のゲルググいないのに、こいついるんだよ。一応元のゲルググならいたぞ。ギレンの野望にだけ出たガルマキだけど。ドムとしてお出しされたものがどう見ても別物なんですが。こいつ誰だよ。え、こいつが出るの。デルゾディランザもザオートもハインドリーもいないくせに、こいつらは全部いるぞ。ここのページの機体は全部出るぞ。ガンプラになったやつは一機も出てきてないのに、こいつらは全部出るぞ。マイナー MS 対戦ってやつか。スワキャノンってなんだ。超丸ザクがこれの配信やってたけど、2割くらい見たこともない知らないモビルスーツ出てきて頭抱えてたわ。フリーダムって SAED じゃなくて GSAVIOUR の方かよ。G ガンの方も出てるぞ。ハーフゼータ使えるの？けど、デルタアンスの方が使いやすそうだな。グロムリン出るのか PV には出てないけどこのラインナップならフォジルも出るだろ。いつも使うような機体が全く見当たらん。
一周回って長い間続いて目玉がなくなったゲームみたいな実装の流れだ。宇宙世紀の機体はほとんどバトオペで見たやつで笑う。マイナー MS だらけというコンセプトは分かった。なんでジム2とジムさんが参戦してんだよ。連邦正統量産 MS やろ。ジムはコマンドやカスタムより地味だっつーのかーん。安心しろ、 PV に出てたジム2派タイラントソードのジム2買い出し。ジムさんはパワードダマー、校舎はバトオペで既に知られてるけど。いや、あれはヌーベルジムさんのこと言ってるんじゃないか。え？ガンダムフリーダム？フリーダムガンダムじゃなくて？グフ重装型はあの迷子が参戦すんのかよ。 AOZ ビグイグだけってどういうこと？バイアランでたけどカスタム2号機の崩壊、しかも黒だから版で死ね版。一番最初に出てきた MS がこいつだったせいでザブングルのゲームかと思った。大体ガネボじゃねえか。参戦機体紹介で逆者機体出てると思ったら全部ハイストリーマー版だったわ。なんで水星機体一番手がカラボールなんですか？実は PV の冒頭に VH の警備用 MS ってミノそっくりさんが映り込んでるらしいから。MS の方のザフトが出るらしいと聞いたのだが、あれ存在はする程度の文字設定しかなかったはずでは。リアル ISE の文字が見えたからやったーと思ったら GN メッサーラじゃねえか。せめてイルドラダナジンぐらいにしてくれ。ストーリー全然進んでないのにミナーバ、アヌビス、ディースがシークエル来てんの草。GN セファーってことはレイピーのラジエル。じゃない、セファー単体、合体しないの。あ、しかもこのパイロットレイ F に出てきた別個体のヒクサーじゃねえか。ジムです。N ダガーとワイルドダガーとプロトカオスが出るんですか？ G ジェネ DS のトライアが参戦とかマジっすか？マジ？ G タレ API 値使えんの？制作人正気か？ワクトアー、いたなー。ワクトこれオリジナルじゃないの？ワクしかいないな。いやマジで。ガンブム実装されるまでのガンダムオンラインかな？なんで RX81 初期構の方なんですかね？なんで G ラインの方出さないんだよ。GP レイブロッサムだと？ガーベラ以上のクソマイナー機体だけど、ガンダム枠も一応あるんだな。ノーヘッドじゃん。塔のあたり判定物理的にないのは反則では？こいつが ELS と戦うかもしれなかったんだよな。ついに X ガンダム参戦。だってさ、何がついに、だよ、もう何回出たと思ってるんだ。名前も間違えてるし。おう、その隣にいるザクと出身同じやぞ。初期機体がザニーって聞いて最初は凝ってるなぁと思った。今はジムに乗り換えられるのかちょっと不安になってる。G3 が出るってよ。 G3 じゃなくて、ゲイドライト G サードだけど。ゴブリン使えるのかよ。やったぜ。ウィングゼロとゴッドガンダム、やっとメジャーなのが来たぞ。と思ったらオメガガンダムとアルテマガンダムじゃねえか。しかもこいつらと戦わされるとかマジ。量産機ばっかだからこれちょっと前に流行った HVS7 とかの非対称型プブプゲーかもな。量産機側型人数で高性能主役機が一人側のやつ。AGE から参戦だって、参戦しないと騒いでた人たち見てる？しかも4機もだって。エルメダとゼノ、ガラトジラとか覚えてるやついるん？ファーデイン編の機体で戦うことを強いられているんだ。ってネタにしようと思ったが、塔のイワークさんが乗ったデスペラードも出るっぽいぞ。ザラムとエウバ4機参戦 PV の最後で予告されてたわ。まさか水陸両用 MS どころか普通のザクより先にザクダイバーが出るとは思わんかった。普通のザクよりビザートザクだの、ザクフリッパーだの、ザクキャノンだの、ザクのバリエーション機の方が先に出てくるのくさ。でザク2とかは何時出るんですかね？